いただきます。変わった入れ物にね、なんかこういう、どうやって開けるの、どうやって開けるんだろう、上に、上なんだ、切る場所が、あ、あった、あるハサミマーク、あったあった、これちょっと強引に行けば、あ、あ、なるほど、スイートポテトみたいな、はい、スイートポテトですね、あ、スイートポテトなんだ、はい、分かったの、なんかいろんな味があるんです、今日はノーマルで、あ、いいよ、プレーンが一番いいよね、ではいただきます。いきますね。がっつりしました、ね。うん。うわ、美味しいよこれ。うん、美味しい。モンドセレクション。やっぱりモンドセレクションの味がします、ね。さ、うん、すが。美味しい。ね。なんかな。うまい。それでいいのかな。うまい。取って。次レナ。レナ。さあ北欧から。はい、いきます。北欧のお土産持ってきました。滋賀の種屋のおまんじゅうを北欧全く関係ありません。滋賀って言っちゃったの。美味しいですよ、種屋のおまんじゅう。種屋といえばですね、もう今多分滋賀県で、うん、もうあの最も稼いでるあのところなんじゃないのっていうぐらいお菓子屋さん、あのバウムクーヘンが有名で、はいはい、そうそう、これはこれは、あ、なんかおまんじゅうっぽい、そう、ちょっと食べやすいようにね、みんな、あ、そうかそうか、人数いるしな、うん、ああ、なるほど、ここはあえて洋菓子じゃなくて和菓子ね、はい、和菓子行こう行こう、はい、これうまいね、もうちょうどいいサイズ感、ちょうどいい、うん、こういうトークバンドちょうどいい、編集ないからさ大変だよね、うん、いやでもね、やっぱこう参ります、こんな感じです、こんな感じ、こんな感じ、いいですね、一口サイズ、おぉ、柔らか、テカテカ、あぁ、それが食べ方だ、それが食べ方だ、そういう、そういう食べ方、あの、もっと滋賀の食べ物、大切に、おぉ、すごい、すごい、よかったよかった、練習したい、うんうん、これは、うまいうまい、みんなどう、どう、うん、うまいうまい、いいね、おいしい、よかった、うん、おいしい、おいしい、おいしい、あともう一つあるんです。何じゃん、もういっぱい持ってきたね、あの地元のあの信楽焼きのあのタヌキをお近づきの印に、え、マイク持ってる、母から、どうしたんこれ、あの最近出てるんですよ、タヌキとマイクがコラボだったりするので、見てこれめっちゃチンチン大きい、そんちん、見てもすごい、ダッチョウですよこれ病気っすよこれ、完全に名物なんで、名物と言いますか、名物っていうかね、名物ですから、そうそうそう、ウシカさん、ぜひあのお家の玄関とかに、あ、嬉しいこれ、いや、ありがとう、これ何気に嬉しいわ、こういうのって意外と持ってないやで、てか自分で買うの嫌やん、ね、これいいわ、あ、でもしかもいい、ね、そうね、しがらき焼きで結構ね、はい、あの本当にこう土をこう、うん、あの竹の木でね、こう削ったりとかして、うん、結構ねガサガサしてるものですよ、うん、これね結構こう綺麗な、肩でできてるのかな、綺麗な綺麗なものを、うん、ほら、うん、おい、ほら、お前はほら、サービス、サービス、え、何ですか、何そっち、そっち俺ほら全然そういうのはないから、はい、早木さんお願いします、早木さん、スーパーに行ってきました、うー、最悪、スーパなんだこいつ大丈夫かこれ、まあ、だってそうそう、ね、あ、包丁出てきた、はい、どうすんの、ここで作ろうと思って、マジで、さんでもあれですよ、あのお料理はできる方だと思う、はい、そうなんだ、お料理はできます、トマト、はい、トマト、ちなみに、今はあの実家何で指が怖いんですけど実家、ご実家、はい、実家です、あ、そうでも時間があるときは料理して、うん、ちょっとトマト思うなんかめちゃめちゃなんですけどこれ大丈夫、これめっちゃ切れない、ちょっと包丁がこれねこれあれだよ、包丁の通販のダメな包丁の方だよ、従来のやつみたいな、そう、従来のやつ、ほら見てごらん、もうなんでね、トマトも何の電話もなく切れるような前の方のやつ先に切ると、
もう一個切る？もう一個切りますか？どうしたかったの？ね、何をあのカプレーゼにしたかったんですけど。カプレーゼ。ひーちゃんの好きなんで。そうなんです。ね、私の大好物なんですよ。あのタッパーに詰めて持ってくるんで。そうなんですよ。カプレーゼを？カプレーゼを。はい。あれいつも自作なの？自作です。タッパーに入れてリハに持ってって。で、うん、完全にもうなんかもうやめよ、もうやめよ、分かった、伝わったから、もうやめよ、分かった、分かった、今日はちょっと調子悪いんだよね、全然、なんかすごい恨みだ、なんかね、すごい、別にそんなことないけどね、なんかすごい嫌われたかなって思っちゃうから、そんなことないです、そうかね、そうそう、ほんでちなみにそれに、チーズを持ってきました、好きなんだ、でも、すごい好きなんです、普段からもうそうやって。プレーゼ持ってくるってさ、え、痩せてるっていうか、そんなね、うん、なんかほら、うん、食べるのになんかイタリアンが好きとか結構食べる方なの？ちなみに夏とかはあんま食べないです。アイスとそばが主食です。超偏食。そうなんだ。ピーちゃん結構好き嫌いが。あ、そうなんだ。へー、やっぱお嬢様だとね、見えちゃったね、お前みたいな、もうね。そんな食げんだろ、また。あるもんね。腐ったバナナとか全然食べる。全然食べる。腐ってる方がうめえっつもん。姉さん、そんなキャラでしたっけ、なんか。そんなキャラになっちゃったんで。そう、うちでは終わりだった。そうそう。あ、でもありがとう。じゃあ、もしあれだって、言ってみて。はい。いや、でもありがとうね。まあ、そういう気持ちは伝わった。じゃあ、いただいて帰るわ。はい、お願いします。うちで。お家で食べてください。なんかいっぱい入ってる。うん、大丈夫だよ。ああ、なるほど。オリーブオイルかけてね。オリーブオイルかけて。で、自分家で食うわ、俺。食べてください。 ありがとう。岩塩ね。岩塩、岩塩、結構本格的に。いいじゃん、いいじゃん。ね、包丁も買ってくればよかったなと思う。そうだね、そうね、うん、そこからやればいい。押し切り萌え愛用キッチングッズプレゼント。欲しい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 。それはあるね、押し切り萌えがね、使ってるんだったらね。はい、ということでおめえの仕事。はいはいはい。今回もゲストの皆さんに事前にアンケートでお話を伺っているので、そちらを紹介していきましょう。こんなグダグダなくだりでも23分やってる。本当だ。まず一つ目の質問はこちらです。学生時代はどんな子でしたか？どんな子だったか。まあね、なんかほらみんなそれぞれね、さっき帰国子女って話もいろいろありますけども、いろいろありますね。さあ、その答えがこちらです。小学生の時は偏差値が80だった。80って結構ありえない。80ってありえなくない、ね、あのテストで国語なんですけれども、え、偏差値と取った点数と間違えてない？大丈夫。私もちょっと、うん、本当に今は正直バカなんですけど、うん、だろうね。あの中学受験の勉強を小2からしてまして。そういうことか。なるほど。で、小6の時に全国統一模試っていう、受験をしない子も受けれるやつで最高80で、すごい、平均で全部70ぐらい常に取ってたんですけど、すごい。もう中学入って全部挫折、うん、何がきっかけだったの？その挫折しちゃう。だってそれまで順調に来てたわけじゃん。やっぱり塾にいると頭がいい方だったんですよ、うん、もちろん、うん、でも頭がいい子ばっかりの学校に入ってしまったので、みんな周りができるんですよ。ああ、そうか、なるほど、なるほど。自分の家ではね、そうですよ、スポーツでもあるもんね、うんうん、だから県大会で強くても、うん、実際全国大会行ったりとかするとなかなか勝負っていうのはあるもんね。そこで挫折した。もういいやと。いやー、もったいない。そうだ、もったいない ね。でもすごい、その頃は楽しかったですね。あ、でもね、できるっていうね。そう、できまくるとね、楽しいでしょうね。さあ、続いての答えがこちらです。うん、中学生の頃、眉毛全然してた。何があった？何があった？眉毛瞳。はい、大丈夫。どうでした？元から眉毛結構薄いんですけど、うん、あの反抗期の時にどん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 細くしてったんですよ。反抗期があったの？すごい反抗期ありました。でもそんな可愛い家出とかしたことないですけど、うん、眉毛を剃るぐらいですけど、うん、でも時折視線がね、俺の乳首に来る。そう、出てる？はい、はい、どうした？なんかある？俺見て会話してるとさ、うん、なんか、うん、うん、で、待って、ちょっと、あれ？なんか俺、なんか見える谷間、だから多分女の人が谷間を見られる感覚、あれに近いか、お前ら絶対見られる答えなのか、あるわ、嘘つけ、あるわ、あります。なんかすげえね、俺こうやって会話してるとずっとここ乳首見られる。素敵な衣装だなと思って。あ、ほんと、でもそんな反抗期あったのって、もう見えないね。ひーちゃんと会ったのっていつだっけ？高1の時です。あ、じゃあもっとそれ以前
中2ぐらいの時です。ちょうど早めに来たね。早めに来た。で、眉毛を剃ってたら、うん、あの手が滑って、あの真ん中だけなくなっちゃったんですよ最初。みたいなやつだった。ライン入っちゃった。ライン入っちゃった。真ん中だけやな。エグザイル。早めに来たエグザイル。おっとと思って、これはまずいと思って、あなたない方がいいかと思って、全部剃っちゃったんですよ。じゃあその学校とかは書いて最初書いて行ってたんですけど、うん、あの私立の中学に行ってたので、うん、校則が厳しくて、うん、メイクが禁止だったんですよ、うん、でダンス部だったのでなおさら厳しくて、うん、ある日突然先生に見つかって、うん、そっからメイクが禁止だろって言われて、うん、れたんだ眉毛なしで絶対そっちの方が人相悪いのにと思いながらひーちゃんはその当時のプリクラがあって今よりちょっとふっくらして今より多分何キロだろう10キロ近くだもんね。